ギリギリのところまで行く。はい。あ、できたな、なんかガーッと顔を発熱するわけだよね。あったかい、うん、それじゃあ無水な酢酸ナトリウムを使って、はい、いわゆるブレイクだね。ブレイクの発熱反応を利用した化学回路、エコ回路って、エコ回路って呼ばれてるんだっけ最近。よく聞きます。本当にエコなんかね。はい。まあ、繰り返し使えるっていうので。わ、はい、かりました。はい。じゃあそれまず無水だってことで、はい、あの水と1対1、それ30取ったんで、うん、さらに水を30、うん、加えて、はい、溶かします。加熱して溶かしましょう。はい。で溶けたかな。で溶けたみたいなので、はい、火止めますね。うん、まあ溶解度は大体決まってるんだけど、はい、もう溶けた状態で、はい、はい、今並んでる、ね、チャック袋っていうんですか ね。に、ヘアピンでね、を入れてあると。ね、まあ、これを先に、うん、まあ、入れておく。ピンを止めた状態でもう2つもぎが入ってるよね、はい。一応今回3つ作るんで、はい、こうやって入れて。閉じた状態で入れますと、はい、そしてでこの中に、うん、今加熱して溶かしたそうだ、ね、たくさんナトリウムを入れると、うん、だいぶ透明になりました ね。さっきは濁ってたんですけど、うん、でまあしばらく時間を置いて冷ましたと、うん、ある程度でビニールの袋が溶けない程度まで冷ますと、はい、この袋の方に、まあ、等量ずつ入れていく、その移してもらいたいんだけど、半分くらいなんですかね。半分よりちょっと少ない。半分ちょっと少ないぐらいがチャックがよく閉まるので。どう？袋溶けない。全然大丈夫。一応。はい。でそれチャックしちゃって、ちょっと空気抜いて、うん、ギリギリのところまで空気抜いて、それで粗熱を取りたいのね。粗熱じゃねえや。あの、冷ませてるんですか。今これで。そう。一応冷水ってことで水道水なんだけど。に。そうそう、入れといて、はい、で同じ作業を残りの2つについてもやります。はい、はい、じゃあ3つ目終わりました。はい、うん、で冷ますと、水道水に入れて冷ますと、ね、冷まします、うん、はい、でさっきからこっち側にもう実は前やったやつが置いてあるんで、はい、まあ、バックアップということでね、はい、そうでさっきもうすでに準備しておいたものを使って、はい、そのエコ回路っていうの、はい、ね、なんで回路かって温まるんだろうけどさ、じゃあそれを取り出して実際にどんな風になってるかっていうのかな。まあもうなんかもう一つ結晶化しちゃってるのある？大丈夫？うん、大丈夫そうですか、ね、はい、じゃあもう水道水でこう冷ましといたものってことだよね、はい、でピンをいじって触って、うん、まあ、刺激を与えようと思います、うん、はい、あ、結晶がわーっと広がってますね。はい、結晶がしたね。ブレイクがこうした。触ってみて、うん、いいよ、もうちょっと触ってみて。あったかい、やっぱり。あ、結構あったかいですね、思った以上に。反応熱っていうか、反応熱っていうかね、あのいわゆる凝固熱だよね。で今ね、温かく感じる、感じるってこと。もう一回やってみます、うん、パチン、はい、こっち、あ、来た、マジの化粧なんか見える、わ、伸びてく様子、うん、横から撮っても綺麗そうっすね、うん、立体的に見えるの、すげえ、うん、いっぱいいっぱいのとこまで来た、なるか、あったかい、ね、こっち、お、なんかすごい雪の結晶みたいに出てきた、わあ、立体的だね、こうやって肉眼で見ると。ああ、そうですね、花火みたい、すげえ、なんかトゲが伸びてってる、綺麗、アートですね、素晴らしい、やっぱあったかいよね、うん、はい、そうです、はい、よくできました。じゃあね、ここでね、エコカイロってことなんだけど、はいはい、繰り返し使えるって話でしょ、はい、そう、今お湯を作っといたのね、はい、でこの結晶化しちゃったやつをまたこの再利用したいわけ、うん、なので袋
袋に入れた状態でもう一回温めて、よいしょ、まとめて溶かすと、はい、入れますと、はい、はい、入れた。で、また温めようと。で、これ溶けたらまた同じようになって、冷やしてまたパチッとする、まあ、ほっといてね、はい、うん、まあ、本当は理想を言うとね、室内の室温で、まあ、ゆっくり冷やしてね、うん、今ちょっと時間の関係で水道水使っちゃったんで、はい、失敗することも多いんだけど、急がなければゆっくり冷やすと、そうだね、成功しやすいと思うんだよね。ママじゃん、化粧